こんにちは、クリッカーツッキーです。スバル XV に追加されたアドバンスはフォレスターのアドバンスと同様に最上級グレードであり、 E ボクサーと呼ばれるマイルドハイブリッド仕様でもあります。モーター最高出力 10kW、 モーター最大トルク 65Nm、 2.0L 水平対向直噴エンジンの 107kW、 145PS、 6000rpm、 188Nm、 4000rpm というスペックもフォレスターアドバンスと同一で、 CVT リニアトロニックの変速比も同じ。さらにラゲッジ奥に配置されている三菱電機製のリチウムイオン電池などももちろん同一です。スバルグローバルプラットフォームを使う両モデルなので、違いはボディサイズや車両重量などになります。なお車両重量の差は 80kg で、もちろんスバル XV アドバンスの方が軽く、前高も XV の方が 115mm も低くなっています。 80kg の重量差は大差とは言えないものの、発進時の軽さや街中でのストップ&ゴーよりも軽快にスムーズにこなしてくれる印象で、高速道路でもこうした美点は十分に感じられます。一方でこれは人によって好みが分かれそうですが、電子制御スロットルのセッティングが筆者にとっては過敏に感じられました。アクセル操作に対して予想よりもぐっと加速しようとする飛び出し感は E ボクサーの搭載車以外でも感じられます。ただし前述したように、人によってはこうしたフィーリングがスポーティーな走りと映る人もいるのでしょうし、もっとぐっと走り出してほしいという声もあるでしょう。ハイブリッドとしてはマイルドハイブリッド仕様といえるモーターの使用頻度はフォレスターと同じ。ただ EV 走行、モーター走行、ハイブリッド走行を頻繁に切り替えているのがエネルギーフローのイラストからもわかります。逆に言えば制御は巧みなので、バッテリー容量とモーターの出力を上げることでストロングハイブリッドへの強化も期待したくなります。少し脱線しますが、 XV アドバンスのバッテリー容量は 4.8Ah で、先日発表された北米向けの2モーター式クロストレックハイブリッドは 25.0Ah、 モーター出力も XV アドバンスよりも大きく向上しています。ただしクロストレックハイブリッドは THS2 を活用したトヨタとアライアンスによるものと想像できますから、自社開発の XV アドバンスとは異なります。さて XV アドバンスに話を戻しますと、フォレスター同様に乗り心地の良さが光ります。それでいながら路面追従性も良好で、うねりを伴ったコーナーなどでも重心の高さを感じさせず、安定した走りを披露してくれます。高速道路を使った長距離でも疲れを誘いません。さらにアイサイトのアダプティブクルーズコントロールやレーンキープの制御が高く、ECO クルーズコントロールによる低燃費も魅力でしょう。他にもスバルならではの高いアクロ走破性を備えた 4WD モデルとしての美点もあり、 4WD プラスマイルドハイブリッド仕様を目指すのであれば、フォレスターアドバンスも含めて見逃せない選択肢になりそうです。